貧血になると基礎代謝が低下して痩せにくくなるだけではなくって脂肪が溜まりやすくなってしまうんです。つまり貧血の状態ではどれだけ一生懸命ダイエットしてもその効果は出にくくなる。食事からビューティーベガスダイエット松田優です。みなさんこんにちは。どんなに食事制限をしても全く痩せないのは隠れ貧血かもということで、今回の動画では痩せにくい原因となる隠れ貧血、これ今までお話ししたことがなかったので、こちらについて、お届けをしていこうと思います。皆さんはどうでしょうか。食べ過ぎていない、むしろあんまり食べていないはずなのになかなか痩せないだとか、最近なんかめちゃくちゃ疲れやすくなったとか、体重の数字だけじゃなくって、健康的にね、綺麗に痩せたいなんて思ってはいませんでしょうか。また本当はね、肉が好きだけど高カロリーだからこう我慢してて、それなのに痩せないとかね、野菜中心の生活してるのに痩せないとか、そういった方もね、結構隠れ貧血の方にはいらっしゃるんですね。でこんな風に感じていたら、もしかしたらその痩せない原因、隠れ貧血、これ関係している可能性高いですよ。私が主催しているベルラスダイエットでも、ダイエットをしっかり実践しているはずなのになかなか痩せないという方に、よくよくお話聞いてみると、実は隠れ貧血だった。もしくは、貧血になっちゃっていたっていうこと、実は少なくないんですね。なんと、女性の3人に1人は隠れ貧血と言われています。実際、ダイエット受講生様のカウンセリングっていうのをさせていただいていると、検診では貧血と言われないけど、自分ではなんとなく貧血っぽいと感じているという方が本当に多いです。で、この動画を見ることで、隠れ貧血とはそもそも何か、で、隠れ貧血だと痩せにくい理由、隠れ貧血の予防と改善方法がわかりますよ。隠れ貧血を簡単にチェックできる方法っていうのもお伝えしていくので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。それでは今日のテーマ、いきましょう。はい、では、そもそも、隠れ貧血って何？貧血とどう違うの？と思われた方も多いと思います。ということで、まずは隠れ貧血について説明をしていきますね。で、隠れ貧血とは貧血を判断する検査項目であるヘモグロビン、聞いたことありますよね。ヘモグロビンという値が正常でも貯蔵鉄と言われるフェリチンという値が低い状態のことを指します。で、隠れ貧血を専門的に言うと潜在性鉄欠乏言えなかった。もう一回潜在性鉄欠乏症と言われていて、貧血は鉄欠乏性貧血と言われているんです。難しい。はい、わかりやすく説明していきましょう。はい、鉄の6割から7割はヘモグロビンの成分として血液の中に、そして残りの3割から4割はタンパク質とガチャンコ合体してですね、フェリチンとして肝臓などに蓄えられています。この蓄えられている鉄を貯蔵鉄ですね、貯金の貯ですね、貯蔵鉄といって、鉄が不足するとまず貯蔵鉄が使われて、貯蔵鉄がなくなると血液の中の鉄が使われて貧血になるというわけですね。つまり、隠れ貧血は、血液中の、鉄はあるものの、緊急時の備えである貯蔵鉄が不足した状態のことなんですね。ということは、隠れ貧血の人は鉄のストックが不足しているので、鉄が不足しやすい時、例えば生理の時や妊娠中とかですね、血液がたくさん必要になる時期に貧血症状が出やすいということです。ちなみに成人女性の場合、血液のヘモグロビン値が 12g パーデシリットル未満で貧血、フェリチンの値が 15ナノグラムパーミリリットル以下で隠れ貧血と言われています。しかし、残念ながらですね、健康診断ではヘモグロビン値を測ってもフェリチンの値っていうのは測らない場合がほとんど。で、健康診断で貧血とは言われないのに貧血症状を感じている方が多いっていうのはこのためなんですね。このようにですね、検診では指摘されないため隠れ貧血と気づくのは結構難しいことなんですよね。さらに隠れ貧血という言葉や隠れ貧血がどういう状態なのかあまり知られていないということも隠れ貧血に気づくことが難しい原因です。つまり隠れ貧血は見逃されている可能性が高いです。ということで、今からあなたが隠れ貧血かどうか簡単に一緒にね、チェックしていきましょう。皆さんはいくつ当てはまるでしょうか。いきますよ。以前よりも疲れやすく、なんとなくだるい、休んでも疲れが取れない、階段や上り坂が辛くて息切れする、
顔色が悪い、体を動かすとフラフラする、めまいがする、無性に氷が食べたくなる、爪がもろくかけやすくなったり割れやすくなった、生理周期に合わせて体調が悪くなる、ヘモグロビン値は 12g パーデシリットル以上だけど、前回よりも下がっている。どうだったでしょうか。もしも今挙げたような症状があるという方は隠れ貧血の可能性がありです。私隠れ貧血かも気になるという方はフェリチン測ってもらえる病院で一度検査してみるのもおすすめですよ。それでは次に隠れ貧血だとなぜ痩せにくいのかという理由についてお伝えをしていきますね。なぜ隠れ貧血だと痩せにくいのかというと、それは先ほどお伝えしたように貧血になりやすいからです。例えば女性は生理によって毎月大量の鉄が失われますよね。で隠れ貧血の方っていざという時に使える鉄のストック、貯蔵鉄っていうのが不足しちゃっているんですよね。その度に血液中の鉄が使われてしまって貧血になってしまうんです。で生理周期に合わせて調子が悪くなるという方はまさに生理のたびに隠れ貧血から貧血になってしまっているかもしれません。また隠れ貧血の方は激しい運動や食事制限ダイエットなどで鉄が少しでも不足するとすぐに貧血になってしまうということもあります。ちなみになぜ貧血だと痩せにくくなるのかというと、鉄は体の隅々に酸素や栄養を運ぶ役割っていうのになっています。なので貧血になって鉄が不足すると体の隅々まで酸素や栄養を届けることができなくなって細胞が酸欠、栄養不足状態になるんです。そうすると細胞が元気に働けなくなって消費カロリー、基礎代謝が低下して痩せにくくなってしまうというわけです。また脂肪を分解してくれる酵素の一つであるリパーゼという成分は体内の酸素濃度が低くなると働けなくなってしまいます。なので貧血になると基礎代謝が低下して痩せにくくなるだけではなくって脂肪が溜まりやすくなってしまうんです。つまり貧血の状態ではどれだけ一生懸命ダイエットしてもその効果は出にくくなるという悲しい状態になるんですね。食べるダイエットをする前の私もまさにこの隠れ貧血の状態って自分ではダイエットも頑張っているつもりなのに全然痩せなかったですし、本当に疲れやすくって本当体調も悪いし辛かったですね。なので貧血がある場合はダイエットの前にまず貧血を改善するということが最優先となるんですね。一旦まとめていきましょうか。隠れ貧血とは血液中の鉄はあるものの緊急時の備えである貯蔵鉄が不足した状態、つまりヘモグロビン値が正常でも貯蔵鉄フェリチンの値が低い状態でしたね。そして隠れ貧血だと痩せにくい理由は貧血になりやすいため基礎代謝が低下するから、で脂肪を分解する酵素も働かなくなって脂肪が溜まりやすくなってしまうからでしたね。それでは次に隠れ貧血の予防改善策について今からすぐできる具体的な方法っていうのをお伝えしていきますね。では隠れ貧血にならないためには、鉄不足にならないようにすること、まあこれにつきますよね。でそりゃそうでしょうってね思っちゃったと思うんですけれども、まあとはいえね、まあどうしたらこう鉄不足を予防改善できるのかあんまり知らないかもっていう方もね多いんじゃないでしょうかね。ということで鉄不足にならないための具体的な方法を3つにちょっとねまとめてみました。今からご紹介していきますね。では隠れ貧血の予防改善策、まず1つ目、食生活、あと運動を見直していく。実は日本人女性で鉄が十分に取れている方ってほとんどいないというか 90% 以上の女性が鉄不足している可能性があるって言われているんですね。なのでまず今の食生活で鉄がしっかり取れているのか見直してみるということが何より大事。これをやらない限りどれだけ鉄のサプリとかね鉄剤飲んでもねずっと貧血繰り返しちゃいますよね。例えばよ、ダイエットのために食事抜いたり一品ダイエットや食べないダイエットを長年続けてきたという方、外食、ファーストフード、インスタント食品、冷凍食品の利用が多い方で、食事に気をつけているつもりでもカロリーを気にして結構肉を避けて野菜ばっかり食べちゃってる方、このような方は鉄不足になりやすい傾向があるので
要注意。またこのような方は鉄だけではなくってタンパク質、ビタミン、ミネラルといった大事な栄養まで不足して代謝が落ちてさらに痩せにくく太りやすい体になってしまっているかもしれません。ちなみにダイエットのために良かれと思ってハードな運動を続けてきた方も要注意。なぜならハードな運動って赤血球を壊して鉄の使用量を増加させて貧血を悪化させてしまうリスクがあるからです。このように何気ない食生活や良かれと思って続けていたハードな運動によって知らず知らずのうちに鉄不足を悪化させてしまっているかもしれないんですね。そのためまずは鉄分をしっかり摂取すること、その上で続けられるような適度な運動を行うことがおすすめです。では次に鉄の具体的な取り入れ方をお伝えしていきます。では隠れ貧血の予防改善策2つ目、鉄分を毎日摂取するですね。鉄ってね、今までタンパク質のことをね結構伝えてきたんですけれども、そのタンパク質と同じように体の中にストックしておくことができないので、摂りすぎた鉄は尿と一緒に排泄されてしまいます。なので鉄は毎日、できれば毎食摂ることがおすすめ。ちなみに1日の必要な鉄は成人女性で 12mg、閉経後の女性では 6.5mg と言われています。しかし実際に食事から吸収できる鉄の量って1日約 1mg 程度と言われているんですね。これは汗、皮膚、髪から排泄される1日の鉄の量と同じなんです。なので 12mg 取っても 1mg しか吸収できなくてその分使っちゃうということですね。ということはかなり意識して鉄を取らないと簡単に鉄不足になってしまうということなんですね。ではどんな食材を取れば効率よくしっかりと鉄を取ることができるのでしょうか。実は食品に含まれる鉄っていうのは2種類あります。体への吸収率が良いのが動物性食品に含まれているヘム鉄、体への吸収率があんまり良くないのが食物性食品に含まれている非ヘム鉄です。なんと動物性食品のヘム鉄の体への吸収率は食物性食品の非ヘム鉄の約4倍と言われています。なので、少しでも多くの鉄をしっかり吸収したいのであれば吸収率が良い動物性食品に含まれているヘム鉄を意識して摂ることがポイントになっていきます。ヘム鉄どんなものに含まれているかっていうと、赤身のマグロ、あとカツオ、ブリ、アサリ、こう牛肉とかですね、部位はやっぱり赤身の多いロースとか、あとヒレがおすすめです。こういった部分に多く含まれています。また吸収率が低いとはいえ野菜や海藻などの食物性の非ヘム鉄からも鉄を取っていかなくては鉄分っていうのはすぐ不足してしまいます。ちなみに食物性の非ヘム鉄を多く含む食材は詳しい量をこちら見てくださいね。キクラゲとか切り干し大根とか、あと納豆とかほうれん草とか、はい、こちらまとめてあるので見てください。隠れ貧血の予防改善策3つ目は鉄分の吸収を高める。先ほどもお伝えしたように女性は生理があるので毎月大量に鉄が失われているんですね。なんと1回の生理で15〜50mg もの鉄が失われていると言われていますよ。そのため鉄をしっかり摂るだけではなくって鉄の吸収率を高めることも大切。例えば食事で鉄を一生懸命摂っても同時にタンニンという成分を摂っていると鉄分の吸収率は低下してしまいます。でタンニンというのはポリフェノールの一種で、コーヒー、紅茶、緑茶、ウーロン茶などに多く含まれている苦味成分のことですね。で中でもコーヒー、特にねタンニン多く含まれているので食後にねコーヒー飲みたい場合、鉄の吸収をこう終えてから食後1時間程度時間を空けて飲むのがおすすめです。でどうしても食後に何か飲みたいという方はほうじ茶とかこういったね、これ麦茶です、はい、私今飲んだね麦茶とか、あとハーブティーとか結構何回か YouTube でもご紹介してるんですけど、私このカモミールティーが気に入ってて、これねピックでこう混ぜるだけでできるんですよ。とってもね簡単で、このカモミールティーもおすすめですよ。美味しいです。何回もねリピートしてます。 T5 カモミールらしいですT5 カモミールです、はい。
で、まあ、そういったものは、まあ、タンニンがほとんど含まれていないので、まあ、そういったものにやっぱ置き換えてみるということがね、おすすめです。まあ、個人的には、ルイボスティーもね、結構気に入ってます。で、味はもちろんのこと、まあ、ルイボスティーにはアンチエイジングとか免疫力アップ、デトックスなどの効果があるので、美しく健康的にしたい方はもってこいの飲み物ですよね。飲み物でこれが叶うって最高。で、コーヒーの飲み方については、概要欄に貼ってあるマイナス12キロしたコーヒーの飲み方っていう、こちらの動画でもお伝えしておりますので、気になる方は概要欄からチェックしてみてください。結構何万回か再生してもらってると思います。人気動画ですね。で、さらにビタミン C と鉄分一緒に取っちゃうと鉄分の吸収をアップすることができるんですね。ビタミン C 多く含まれる食材もお伝えしておきます。例えばレモン汁とかキャベツ、ブロッコリーなどですね。で、私の場合、肉や魚にレモン汁かけたりだとか、あとブロッコリーやキャベツのサラダと一緒に、こう肉とかね、魚を食べることが多いんですね。それはビタミン C と鉄をガッチャンコさせて吸収率アップさせたいからです。なので皆さんもぜひいつもの食事にビタミン C 加えてみてください。ではまとめていきましょう。かかり貧血の予防改善策は、1、食生活運動を見直す。2、鉄は毎日摂取する。特に吸収率の高いヘム鉄を意識する。3、鉄分の吸収を高めるためにコーヒーは食後1時間程度空けてから飲む。吸収率アップさせるビタミン C 一緒に摂るでしたね。はい、これ3つ覚えて帰ってください。ちなみに私がマイナス12キロ痩せてきた経験、保健師ダイエット講師として食事指導してきた経験を通して、栄養学、体のメカニズム、ダイエットのマインドなど、もっと深く知りたいという方のために、公式 LINE や無料オンライン講座の方でも発信をしております。無料冊子やベルラサイト3ステップ動画プレゼント中ですので、ぜひ LINE の方もフォローしてください。約1万人の方が LINE の方も参加してくださっております。では、本日の動画いかがだったでしょうか？最後まで見ていただきましてありがとうございます。かかり貧血について何か思い当たることございましたでしょうか？実は女性の原因不明の不調のほとんどの原因ってかかり貧血と言われているぐらいなんですね。なのでかかり貧血を改善することはダイエットが進みやすくなるだけではなくって、疲れ、目のクマ、くすみの解消など女性に嬉しい効果がたくさん期待できるんですよ。で、今回の動画はかかり貧血を早く見つけて健康的に綺麗に痩せるきっかけになったら本当に嬉しい。では、チャンネル登録と高評価どうぞよろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。食事からビューティー、松田理恵でした。バイバーイ。